前回の動画でご紹介したこちらの、バックトゥザフューチャーパート2に登場した、デロリアン、今回は、開封したいと思います。まあ、それでこちらの、デロリアンなんですけれども、こちらですね、制作元が、この青島文化教材社さんですね。でこちらに、必要なものが書いてあります。でカラーの種類も、こんな感じで、詳しく説明されていますが、プラモデルなんでですね、もうここは自分の好みに塗っていいのかなとは思います。ということで、今まで僕も何体か、ガンプラを作ってきまして、でそれで部分的に塗装したりもしてますの で今回もこちらも、ちょっといろいろ作りつつではあるんですけれども、塗装したいところがあったら塗装していきたいと思います。ちなみに完成図はこんな感じになってますね。でこの後ろの部分ですね、こちらの、後ろの部分とかは黒になってますけれども、これも映画の中のこうカットとかによってはこれがこうなんかシルバーっぽかったりこうしてるので、これはそうですね、2の時は黒っぽかったような気がするんですよね。でパート1の時は結構黒じゃなくて、このボディの、ステンレスの色に近いような色のこうカットもあるんですよね。照明の当たり方とか、あとは撮影場所とかによってそういうこうちょっと反射とかで色が変わってるのかもしれないんですけども、で3はね、3の時も黒っぽいんですけれども、この写真のようにあからさまにこう黒に塗ってるっていうよりはこう汚れて黒になってるっていうような雰囲気だったりするので、この辺もちょっとなんか僕の中のイメージのこうデロリアンという形で、作っていきたいと思います。それでは開封したいと思います。おお、ガラス部分のクリアパーツとか、あとはでもすごい、ほんと車のプラモデルって久々なんですよね。中身はこんな感じですね。あとはこちらですね、組み立ての説明書。でもなんかいつもガンプラの説明書ばっかり見てるので、なんかちょっと新鮮ですね。でデカールもついてますね。デカールは、これは水転写式のデカールですね。それからこっちですね、車のプラモデルならではのパーツが、これが、タイヤのこうゴムのパーツと、あとはこのグリスもついてますね。これは多分タイヤが回るところとかに塗ってこう滑りを良くするのかもしれないですね。すごいな。それではこちらのパーツの方を詳しく見ていきたいと思います。それでこちらのパーツの方が、まずはこのボディがこのグレーのパーツですね。シルバーではないです、こうグレーのパーツで、これと同じ色で、この機械部分のパーツと、あと内装の部分ですね、この3つは、全く同じ色のパーツになります。であとシャーシの部分が黒で、これもなんかワイパーとかハンドルとか、あとはなんか内部の部品とかのパーツが黒ですね。でガラスの部分が、クリアパーツで、ホイールの部分ですね、ホイールの部分は、ちょっとこうギラッとしたパーツなんですけども、シルバーのパーツになってます。こんな感じで結構こう光沢があるギラギラしたパーツですね。なんかアルミというよりはこれなんかメッキというようなシルバーですね。それでタイヤの方は、こ
こんな感じで本物のゴムでできてるタイヤになります。で今パーツの方を詳しく見ていったかとは思うんですけれども、まあ僕以前これ作ってるんですよね。で多分作ったのが中学生ぐらいの時で、その時はパート1、パート2、パート3全部作った記憶があります。で残念ながら完成品は今どっかに行ってしまってないんですけれども、多分昔に作ったなという記憶だけはあるんですよね。で作り方とかは全然覚えてないですけれども、で中学生ぐらいなので、今みたいにこう塗装とかも全然やってないので、多分これをこのまま、使ったのはデカールぐらいのものでそのままこう組んでいったんだと思います。で今回はガンプラを作るにあたってですね、カラースプレー使ったりとか、あとは墨入れやったりとかで、ちょっと多少こう部分塗装はやるようになったので、今回このボディとかも塗装してみようかなと思ってます。で車のプラモデル自体も小学校の頃に何個かちょろっと作ったぐらいなので、ほとんど作ったことがないパターンのプラモデルということにはなります。それで、同じプラモデルとは言っても、ガンプラとは雰囲気がかなり違うプラモデルになるので、どんな感じになるかはちょっと自分もまだ想像はつかないんですけれども、僕が思い描くデロリアンに少しでも近づけたらなと思ってます。